よ。さすがやっぱそこがキャプテンとしてのやっぱりこう自覚というかチームを引っ張っていこうというそういう気持ちもちょうどこう重なっていいプレーにつながったんでしょうかね。悔しそうな表情を見せました丹羽幸樹です。おそらく丹羽は日本リーグではケアリッツ&パートナーズというチームでプレーしていますのでその日本リーグ以来の公式戦なのではないでしょうか。そうですよね、まあ、岡山のベンチで今必死にこう及川がいろいろアドバイスを送ってましたね。及川もこの後第3マッチに登場します。セカンドゲーム曽根津さんラブオー第2ゲームです。手前に埼玉の曽根向こう側に岡山の丹羽です。ここも丁寧にコースを狙っていきます。もう今丹羽としてはねやっぱり第一ゲームの反省から言ってまともにいくとやっぱり曽根のパワーに押されてしまうとノータッチです、はい、やっぱそういうのは感じてると思うんですよね。で今のもちょっとこう浅めに送ってもですね曽根がしっかり動けてますよね。ですからあとはやっぱりより攻撃的にってところが一つ丹羽にとっては必要な ポイントになるんじゃないでしょうかね、はい、うまさでかわすだけではなくてという前陣速攻の部分もというところですか、はい、そうですね。逆をつく、うん、こういう点数の取られ方がどうしてもねダブルスの時も、まあ、今もですけれどもちょっと数が多くなってるんですよね。丹羽としては丁寧にいったつもりですけどやっぱこれが攻撃力のある選手に狙われてしまいますからね。ネットインでした。今は丹羽レシーブから仕掛けていきましたね。そうですね、まあ、ちょっとアンラッキーでネットをされてミスしてしまいましたけれどもこういう両ハンドをしっかり攻めていった方がいいと思いますね。はい、ロングサービスから3球目バックハンド振っていった曽根ですがオーバーです。前腕を強く振っていきましたがチキータオーバーです。4-3 です。渡辺さんこれ、はい、曽根のチキータがここまで決まっているというのは曽根の状態がいいというのも あると思うんですけど、はい、丹羽のサービスに何か課題というのはあるんですか。そうですね、ちょっと今のケースでいうとバウンドが高いというのが一つありますし2本同じサービス出してしまいましたよね。1本目チキータでミスしたところと同じところでサービス出しましたから一番選手自身が反省しているところに。なるほどなるほど、このあたりがちょっとゲームから遠ざかってて自信がそれほどないなというところの一つだと思うんですよね。なるほど、はい、なるほど、はい、いわゆるゲーム感試合感というものを関係してくるかもしれないですね。本当にこう2番ほどの経歴のある選手はほとんどないとは思うんですけれどもやっぱこう試合感がないとですね自分がうまくいかなかったらもう1回ついやってしまうんですよね、練習かのように。でも相手からしてみるとそこっていうのは一番反省してて次はこうしようって頭がまとまっているところだったりするわけですよね。ネットインです。これで2点差です。両選手の得点の合計が6の倍数の時にタオルを使うことができます。しっかりと両選手とも汗を拭いました。本
本来の庭のプレーか一番いい時のプレーからすると本当に半分以下のなんか力でしか出てないような気もするんですけども、また曽根はそれがまたやりづらいのかもしれないですよね。思ったよりもこう、はい、打ってこないとか、ボールをこう丁寧に返してくるとかですね、はい、やっぱり庭攻撃っていうとどうしても速い卓球をしているというイメージが強いですよね、はい、こういう卓球ですよ ね、 前陣でしっかりとフォアハンドを打っていきました庭です。難しいミドルのところだったんですけれどもね、うまくそれを逆に曽根のミドルへ返してましたね、はい、ここもネットインです。ちょっとこうラッキーが続いてますね、はい、10-5 です。第2ゲームは岡山レベッツ庭がゲームポイントを迎えています。曽根のチキータ、庭のサービスエースになりました。第2ゲームは 11-5、庭が取りました。ゲームカウント1-1です。どうでしょう渡辺さん、はい、渡辺さんのお話の中では本来の庭からすればまだ半分ぐらいの実力しか出せてないんじゃないかという中での11-5です、はい、そうなんですよ、ですから卓球っていうのはこういうのを見るとですね、やっぱりこう得点、強いボールを打ってエースボールを打って点数を取ろうだけじゃなくて、うまくこう返球をしながら相手の失点を奪狙ったりとかですねするという、そういうゲームの進め方で、それによって結果的にはゲームカウント 1-1 にしたわけですよね。